たのか。マッチの重さなのか分かんない。結構流れてるもんね。はい。船が流れてるでしょ。潮で。船が流されてる。当たりはなかったです。とりあえず上げるために。はい。どんな感じですか？感じは近い。久々に吹き流しの仕掛けなんでどうなってるかなって感じです。針はちっちゃいんだ。なんかめっちゃ重くないやつ。これの重りで引っかかってなんかめっちゃ重いっな。非常に重たいです。倍ぐらいかかりそうです。今で5分経過。Thank you.
そんな、そんななの、もういいですよ。法人とかの重さではない気がします。引きはないんです。引きは全くないんです。ってなってもいいんですけどね。こういうのが謎なんだよね、はい、でいつもどっかで切られちゃう。もうちょっと流しとく、はい、今750まで落ちたから。もうすぐ11分。これぐらいの水深だったらいつも15分ぐらいで空張りだったら上がってくるんですか。うん、なんかすごいのがついてればいいね、はい、動かない魚。
アコウかなんかくっついてくれるやな。赤いの系にしては重すぎる。最近サメ釣ってないんで、サメの重さがあまり分かんなくなっちゃった、はい。浮き袋で軽くなってる感じもないんですね。そのまま一定な感じだ。はい。でもさっきのサバつけたんじゃないよね。サバはつけてないですね。
あと150です。うん、ここら辺見て。破られちゃうかも。浮いてくる感じじゃないから。サメかバラムツ感じ。あと100ぐらい。高くね。前で取り込めねえんだよ。ああ、ダメだ。久々のサイズじゃないですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やりました、一発目。